めぐみは愛知県と名古屋市が事業所指定を取り消すなどの処分を行い、また厚生労働省が連座制を適用したことで全国およそ100の施設も順次運営できなくなります。愛知県の大村知事は25日にめぐみから事業所の譲渡について報告があったことを明らかにしました。報告では取り消しなどの期限が迫る愛知県西尾市と幸田町の事業所について一括ではなく分割譲渡も視野に9月末までの譲渡完了を目指すということです。また恵からは2つの事業所の利用者家族に対し説明会を来月開催することが報告されたということです。